絶食していたナイスネイチャー、クローバーを食べたことが報告される、に対するみんなの反応。ナイスネイチャーさん飯を平らげる。よかった、とりあえず食えた。なんやかんやあと10年くらいいけるな。よかったよかった。まだ生きる気力があるようでよかった。来年も誕生日祝わせてくれよ、ネイチャー。やはりクローバーは全てを解決する。風邪治って腹が減ったんじゃ。本当によかった、余談は許されないのだろうけど気が気じゃなかったわよ。よかったよ、まだ余談はならんけども本当によかった。こうスタッフさんがいろいろ食欲を刺激できるものがないか模索してくれてるのありがたいな。ああ、姉ちゃんナイスナイスナイス。ああ、食える限りでいいから食って栄養をつけろ。なんなら俺の分の草も分けるから。お前普段草食ってんのかよ。シャープ野菜を食えブライアン。山本明の現役くらい長生きしてくれ。さすがに明さんの現役期間32年はもう過ぎてる。明さんが引退した年齢くらいまで生きてもらわないと。安心したわ。やっぱりね、人もねたまに食べたくない時あるんですよ。よっしゃ、ちょっとだけでもいいから姉ちゃがご飯食べてくれると嬉しい。だがまだ予断を許さない状況でしょ。回復したと思ったら数日後にはなくなるケースもある。大食いは体に悪いからこまめにたくさん食べてね。まだまだ予断は許さない感はあるけどひとまずよかった。美味しかったのかな、よかったね。おかわりもいいぞ。いつまでも元気でいてな。季節の変わり目で人間も食欲落ちるからね。年取って弱るとそれだけでヤバくなる時もあるから油断はならないけど。明日もたっぷり食ってくれるといいなぁ。あとは気温差よな。今日から北海道気温差えぐいことになるからなんとか乗り切ってほしい。姉ちゃさんの食欲が戻った。あと2ヶ月だっけか新山越え。新山を越えろ。エゴでもいい、わがままでもいい、もう少しだけ生きてくれ。もう少しだけか、お前のエゴはそのくらいなのか、もっとエゴを解放しろ。このまま明日ももりもり食べて元気になってくれ。いいぞもっと食え。やったー。もっと食べて来年も再来年もお祝いさせてくれ。明日も食べてね、食え表現、生きろ懇願。食べられる気力があるってのは素晴らしいことだ。回復したようで安心。美味しいか？いっぱい食え。なんか急に食べ始めてさらに追加で餌あげたけどそれも全部平らげたらしいわね。これ今までただ気分で食わなかっただけでは？どうやらナイスは偏食傾向が強いらしいからそうだったのかも。うちも飼ってた犬が気分でご飯食べないがちだったから思ったよりも動物もエリ好みしちゃうのかもね。季節の変わり目で調子崩してたんだと思う。年だからその少しの期間でも命に関わりかねないので、牧場の方々がしっかりと面倒を見てたおかげで持ち直せるところまで来れたんだろう。まだだ、まだ一週間は安心できねえ。仕方ないのかなとある程度覚悟してたところあったけど元気でいてくれるなら本当によかった。凄まじい生命力だ。よかった。その調子でいっぱい食べて。姉ちゃんおじいちゃんいやーだってさ。帝王の孫にあれとかそれとか話したいじゃん。朗報だけど油断はできない。どうかこのまま元気になっておくれ。やっぱり涼しいのが大事かな？暑くなったり冷えたり雨降ったりでなんかだるーって感じだったんだろうか。元気でいておくれよ姉ちゃさん。その調子でいっぱいを食べ。食べられるのはいいこと、たくさん食べろよ。連日トレンドに上がってるし全く食べなくなったと聞いて不安だった。このまま徐々にでいいから食べていってほしい。新山を越えてくれ、ババさんもまだ早いと言っている。もっとずっと未来になってからあの時は年なのにちょっと食欲なくて焦ったけどまだまだ姉ちゃは元気だねーって笑い話にしたいから養生してね。もっと朗報主張してもええんやで、とはいえ安心にはまだ早いか。もっと元気な姿見せてくれ。ほらな、だから心配いらんって言ったやん。人参盗み食いするほど食欲あった姉ちゃが食べなくなるって相当やばいと思ったけど一過性のものであってくれればいいなぁ。元気になったならやることは一つ、
36歳バースデードネーションを目指すことだ。まだ油断はしない。まだ安心と決まったわけじゃないが、とりあえず吉報が聞けて安心した。年だからもしもがあっても仕方ないと言い聞かせてはいたんだが、正直一日中気が気じゃなかったよ。一日超えたら次の一日や。食欲なくなってどんどん衰弱したり、クッシング病で出血して安楽死させざるを得なくなったりは一番辛いから、せめて安らかに過ごせるようになってくれ。たくさん食べるのだ。食べることこそが健康の秘訣。クローバーは別名が馬肥やしなので、いっぱい食べて。でもな、身構えてる時に死神は来ないって、大気と地下像が教えてくれたんやで。じゃあずっと身構えてればいいのか？新山に並ぶのは7月28日、川山用とは分かっていても計算してしまうし期待してしまう。なんかもういろいろと泣きそうになるわ。デジタルがなくなった時、死の直前ちょっとだけ元気になったことあったから、まだ油断できない。このまま食い続けてくれ。クローバー美味しいねー、いっぱいお食べ。ほっとしたよ、このままもりもり食べて元気に生き続けてほしい。昨日の時点での姉ちゃんの動画があったけど、保養はしっかりしてるように見えた。寒暖差で熱が出て一時的に食欲落ちてただけだといいな。もう令和の新山を本格的に目指そう。頑張って苦しまんでほしいけど頑張ってほしい。ちょうど帝王の男孫も生まれたし、ちゃんと育つのを見届けてあげてくれ。安心するにはまだ早いのはわかってるけど、ほっとして涙出てきた。バースデードネーション期間終わってすぐ亡くなったとかだと悲しすぎるし、よくは言わないから、あと5年くらい頑張ってくれ。あと100年生きてくれ。あと333年生きろ姉ちゃん。333日でもいいぞ、できるだけ長生きして。とりあえずよかった。めちゃくちゃほっとした。本当によかった。気温差激しい季節だから養生してくれ。クローバーって栄養あるのかな？姉ちゃんがツイッターのトレンドに乗ると不安になる。去年まで馬には興味なかったのに、今じゃ姉ちゃんさんの食欲戻ったと聞いてほっとしてるわ。食べられる間は大丈夫だな。このまま回復してほしいぞ、姉ちゃん頑張れ。写真集撮ると聞いてダイエットしようとしてたんだな、よし。もっと食え。また元気になって36歳の誕生日を迎えてほしい。見学も再開するかな？食べなくなるとマジであっという間だから安心した。いつか来るだろうと覚悟してたけど、食べなくなったと聞いてめちゃくちゃうろたえてしまったから、俺まだ覚悟できてなかったわ。草食動物って一日中食べることで体維持してんでしょ？どうなってんだよ。遠慮するな、今まで分食え。大事にされてるな。ちなみに新山も厳しいな。ってなってから2年近く生きたりしてて、長生き馬はここからが長いらしい。姉ちゃん母の浦川みゆきも一度調子落としてからが長かった。